はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。今日はですね、頭でっかちな演奏って言ったりすることって、なんかあったりするんじゃないかなと思うんですけど、例えば頭でっかちな演奏って、どういう感じなんだろう、どういうことなんだろう。多分こうね、こうなんかこう心から弾いてるっていうよりも、こうなんかいろんなことを考えて弾いてるみたいな、そういう方が強いような、そういう演奏のことなのかなっていうイメージがあったりするんですけど、よく、別に頭でっかちな演奏がどうこうっていうよりは、よくね、知識、音楽理論とかそういったのをこう勉強 しすぎると、なんかこう自由な演奏ができなくなっちゃうんじゃないかとか、作曲とかいうのもこうなんか知識をたくさん、入れて取り入れて、こう勉強して勉強して知識をたくさん入れれば入れるほど、なんかこう自由な発想ができなくなっちゃうとか、なんかそういうことってね、よく言われる、音楽に限らずよく言われることかなっていう、ふうに思うんですよ。もっと自由に、ね、しかも音楽って、音楽は自由だみたいなね、自由だと思うんですけどね。でも音楽は自由だから好きに演奏するって、演奏した演奏がいい演奏かどうかってなると、結構微妙な演奏多いような気はするんですよね。で、知識をこうね、詰め込みすぎる、詰め込みすぎるなんてことはないと思うんですけど、知識ばっかり入れてもそれが演奏に活かせないっていうことは大いにあると思うんですよ。だからその知識を十分発揮するには技術が必要だし、で結局は知識と技術の、バランスっていうのがいい演奏する上では欠かせないのかなと思うんですよね。技術だけすごいあるってなっても、やっぱり知識がなかったら、こうただすごくテクニカルに弾いてるっていうような状態で、でそれがいい演奏かと言われると、こうすごそうに見えるけどみたいな演奏になっちゃうかもしれないし、だからどっちもやっぱりね、バランスよくなくちゃいけないのかななんて思ったりするわけですよ。どうなんだろうね、頭でっかちな演奏って別に技術が足りないから言われてるわけではないと思うんですよね。センスがないとか、なんかそういうような演奏の方が頭でっかちって言われてるのかな。なんかそんなような気もするよね。センスって何って言われたら、またそこも難しい問題だけど、だから僕的にやっぱりギター上達する、ギターの、上達に欠かせないものは、技術で知識、知識っていうのは音楽理論とか、そういう和声楽みたいなところとか、その、演奏する上でこういう4分の3拍子だしとか、何拍子で何拍目だしで、こういうフレーズだから、こういうフレーズってこういうふうに作るといいよねみたいなところから、いろんな知識ですよね。そういうのと、それを考えた時にすぐに、さあじゃあそれをやろうとする、やることができる技術と、その知識と技術で、あとは、もう一つセンスみたいなところになってくるけど、そのセンスみたいなところって、結局は音楽経験なのかなと思うんですよ。で、音楽経験っていうのは、もちろんいろんなところで演奏しましたとかいう、そういう経験ももちろんそうだろうし、その他にいろんな音楽を聴いていますとか、音楽を聴くことね、だから自分の知らないジャンル
にもそのジャンルの良さっていうのがあったり、いろんな音楽にはね、いろんな良さがあったりすると思うんですけど、そういう、ギターっていうこの枠、小さな枠にこうとどまってない、いろんなジャンルの音楽を聴いてる、でそういう経験をで、いろんな人の演奏を聴いてとか、で自分も演奏してみたいな、そういう音楽経験、音楽体験、でこういったのが、じゃあこういう音楽、こういうフレーズで曲作りたいとかいう、そういうね、まあセンスって言っていいのか分かんないけど、そういう音楽作りに役立ってくる。なので知識と技術とセンスっていう、まあこの3つはね、すごくバランスよく、やっぱりやっていくべきだなと思うんですよね。で一つのなんかジャンルとかに偏っててもやっぱりバランスって悪いだろうし、で一つのジャンルにこだわってても実はそのジャンルを知るには他のジャンルって結構大事だったりするから、やっぱりね、自分のこう好き嫌い、音楽の好き嫌いとかね、まあある人もいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけどね、音楽の好き嫌いっていうのも、まあ好きなものは好きでいいけど、嫌いというか、あんまり、いやそのジャンルはちょっと聞かないし興味もないんですけどみたいなジャンルも、なぜこうね、そのジャンルをいいと言ってる人たちがいるのかっていう、そこを、知る、そこを知るためにはやっぱり自分も聞かないきゃいけないし、そのジャンルの良さっていうのを知らなきゃいけないんだけど、でもそれを知った時に結構そのジャンルはそのジャンルで自分の中で、あこれいいよねって言えるものになってくるかもしれないし、まあ何が言いたいんだっていう話ですけどね、まあギター上達のためには、知識、技術、センス、でもいろんな部分のバランスっていうのがやっぱりすごく大事。どっかしらにこうブーンって特化しててもやっぱりね、それを生かすにはその他の要素が大きく育ってないと、まあ生かしきれないと思うんですよね。ということで、まあ音楽理論とかあんま勉強すんの嫌だしなとか、いやそういう勉強はちょっと苦手なんでみたいな、人も多いと思うんですけどね。僕もまあ苦手です。勉強、そんな別に好きな方ではないですけど、まあでもそのね、知識っていうのもこう技術を、まあその音楽をね演奏するために必要な技術と知識っていうのをこううまくリンクして勉強していくと、意外とね結構知識っていうのは楽しく吸収できるんじゃないかなと思ったりもするんでね、僕はね。なのでまあ皆さんも、ギター練習しようって、もうギター曲ばっかりとりあえず弾く、うわーってもうギターを弾くっていうよりというか、まあそれも大事なんだけど、それプラス、この曲ってどういう風になってるのとか、この曲についてもう少し音楽理論的に勉強してみようと、見てみようみたいな、なんかねそういう風にやってみるのもありなんじゃないかなと思ったりするわけです。まあ自分一人でどうこうしようとしても難しいところではありますけどね、でも、ちょっとそのねバランスよくレベルアップしていくっていうのはちょっと忘れずに、こう日々の練習に取り組んでもらえるといいんじゃないかななんて思ってます。